発芸は一発だからいいんだよね。芸だったの？ペコペコ。食べよ食べよ。グツグツ言ってるね。お鍋ですからね。本当です。体も温まりそうです。四つ缶のポン酢なんですか？あ、いいえ、むしろ逆です。大好きってこと？ええ、どちらかというとそうですね。だったら、お鍋はちょうど良かったみたいね。あら、そうでもないですよ。ポン酢は、お鍋に合うものとそうでないものがありますし、お肉と魚でも合うものが分かれるんですよ。へえ、そうなんだ。っていうか、ポン酢にそんなに種類あったっけ？四つ缶の味ポンを使えば、大体外れはありませんから。別に、適当に買ってるわけじゃないのよ。種類は意外とたくさんあるんですよ。柑橘系の味が濃いものや、だしの味が濃いもの、あとは醤油とのバランスで、少なくとも数十通りはあるはずです。
このポン酢は葵さん的には OK？ 私はバランスのいいものが好きなのでこのポン酢も結構好きですよ。まあ私の好みでですけどね。チカ子ちゃん、ちょっとポン酢貸して。あ、はい。あ、ポン酢。ん？いやー、せっかくだからこの素晴らしい調味料をサンデーにも味わわせてあげようかと思って。鮭缶は合わないと思うけど。そうかな。チャレンジ精神は大事だよ。チャレンジするのはサンデーだけどね。そんなことじゃサンデーは味の王様にはなれないよ。私のポン酢。なんでもないもん。通りお姉ちゃんだもん。いただきます。葵さん、飲み物足りてますか？あ、大丈夫です。ありがとるのよ、二人とも。もう。まだまだいけるなりよ。
腹きつい。スカート脱いじゃうぞ。やめてください。何よ、私はまだいけます。行かせてください。横になりたい。なんとか平気みたいです。あ、大丈夫ですよ。もうお腹いっぱいです。私は食が細いから。ですね。わかりました。目の前だってのに結構時間かかったね。あなたにとってロックとは何ですか？パンクな問いかけというか。どうします？もったいないよ。おんぶはどう？おんぶ。そんな重くないでしょ。ま、ひろっち胸は結構でかいけど。それはありえないと思います。で、どうするの？やっぱ人間、人力じゃないと。私にお任せね。
か？ちょっと恥ずかしいかな。ん？どうかしたの？まだ始まってないし、もっともっと来るんでしょ？入るのかな？ぎゅうぎゅうになると思うけどね。うはぁ、人に酔っちゃいそうだ。人生きれってやつだね。何それ？草生きれの仲間だと思うけど。匂いとか熱気とか、多分そんな意味じゃないかな。